来神4531日、埼玉スーパーアリーナ、サッカー元日本代表 FW 三浦和義の次男、三浦康太21が、元 K1 の工事34と MMA で対戦し、2回顔面へのサッカーボールキックで TKO を負けした。試合中に右拳を骨折していたことも告白し、右腕が力が入らなくなってしまってパニックになってしまった、と明かした。 写真まさかのサッカーボールキックそう、崩れ落ちた三浦幸太、ピクリとも動かず、三浦は玉砕した。MMA デビュー戦となった康二に対し、スタンドではなかなか前に踏み込めず、第2ラウンドも防戦。グラウンドのパウンドを食らって顔を背けると、最後は寝姿勢のまま、康二のサッカーボールキックで顔面を蹴り抜かれ、鼻から鮮血を流してレフェリーストップとなった。試合後は、 右拳に包帯を巻き、トレーナーに肩を借りて会見場に登場。うーん、まあ、普通に悔しいですね、と肩を落とした。一回に、自身の右ストレートを打った際に右拳が折れてしまったと言い,い、打撃、勝負でいけるなと思ってしまって、打撃をやり合っている間に剣が折れてしまって、組の展開に持っていけなかった。相手の、 組が強かったかわからない状況のまま終わってしまった、ととろした。前半は打撃校舎であるコウと相手の土俵で戦い、その後に組勝負を想定していたというが、プランが狂った。毎回組だと成長を見せられないので、打撃を見せてから組を見せようと決めていたが、右ストレートが一回入ってコウ選手がぐらついた時にいけるかも。 もう1回終了後、セコンドにも拳の不調を言い出せないまま、2回に突入してしまったといい、パニックのうちに休憩が終わり、右手が使えないのでタックルに行ったら右腕の力が入らず、審判に止められてしまった。倒すとしたら右ストレートか組と考えていたが、右が折れてどうしようとパニックになった。 と悔やんだこれで雷神2連敗となり、通算2勝2敗。21年大晦日のデビューから2年で試練を迎えたが、さっきドクターには完全に折れていて、もう1箇所くらい怪しいと。完全に治るのにに、3ヶ月かかるかもと言われた。雷神が一番大好きな舞台だが、来年はもっとコンスタントに試合をして、格闘技をしたい。気持ちは、折れていない、と前を向いた。